はい、今日は4月2日、今午後3時ですね。この前その辺の檜の、それは防風のために植えてあるものですけど、そこの、コンクリート舗装をするためにちょっと邪魔になったやつですね。枝とかなんとか切ったやつ、それだけじゃないんですけど、がここに積んであります。で、それを明日焼こうと思ってるんですよね、私が。というのは、明日土曜日、明後日日曜日、朝から雨って言ってるので、その前にちょっと焼いてしまっとこうかなと思ってます。はい、もう結構枯れて燃えるだろうということで、とうちのこれですね、そこの邪魔になる木を私が切ってたんですけど、向こうに張り出してるですね、ちょっとこれを切る、1、2週間前で、こっちも結構枯れてるんで、これをちょっと、これも一緒にもうそっちで焼こうと思ってます。というのは、ここで焼いたらそこら辺にちょっと空豆とかいろいろあるんで、そういうのにちょっと悪影響があるんで、こっちで、だからこれを焚き付けに使おうかなと思ってます。はい、だからちょっとそっちに避けてですね、このまま焼くとさすがに危ないんですよね。量が多いから。だから少しそっちに、で、少しずつ引きずり出しながら焼きながらという、そういう方、作業、やり方でやろうと思ってます。はい。の、その焚き付けにこれを、もう使ってしまうと。全部ですね。まあそういうことで、明日やろうと思ってますので、その前の、はい。はい、こういう状況ですというのを撮影するためにちょっと撮影してます。若干そういうビニールとかいろいろ持ってきてますけど、そういうのも、基本的に石油製品なので、焚き付けに使えるんですよね。はい。本当はそういうのはあんまり燃やしたらいけないということになってますけど、まあ少しはいいでしょう。はい、そういうことで、明日の作業前ですね。作業前をちょっと撮影しました。終わりまーす。今日は4月4日、今午前8時ですね。ちょっと小雨ですけど、昨日撮影しようと思ってたんですけど、昨日はちょっと電池切れですね、カメラの。撮影できなかったんですよね。で、昨日は結構大きい、もう、このくらいあるのが、ここに1本かな、2本かな。で、その辺にも、それが焼け残りですけど、あったんですけど、もうほぼ燃えてしまってますね。で、まだそこの辺に熱持ってるみたいだから、この辺にやっとったら、あれかな。そっちにもそういう大きいのが残ってたんですよね、昨日は。でも、もうほぼ、だからその焼け残りをどうにかしなきゃいけないかなと思って見に来たら、ほぼなくなってました、こっちもほら。ね。こっちに積んでたのをこっちに移動させながら焼いてたんですけど、ショベルローダーで大きな、あれを切ったみたいなやつですね。あれのもう一本を切って、みたいなやつを上に乗せてたんで、ちょっと引き出せない、こう移動させれないのもあったんで、もうそのままこっちはある程度もう少なくなったら火をつけました。で、そういう焼き方をすると中に、空気が入りきれないところがあるんでですね、こういうところですね、燃え残りになるんですけど、結構もう燃えてみたいですね。はい、そういうことで、結構山盛りあったで、あ、
個にあったんですけど、なくなりました。はい、すっきりしました。まだちょっと大きいそういうのが焼け残りがあるかなと思って来てみたら、ほぼ焼けてました。で、今日は農道の草刈りになってたんですけど、もう雨で中止になりましたので、だいたい朝7時半から作業の予定だったんですよね。で、もう中止にして、草刈りはもう田植え後にしようかということになりました。で、役員だけで除草剤散布を、今月中に一回やっとこうと、そういうことですね、になりましたので。はい、またちょっと小雨が降ってきました。天気予報では午前中はこんな風で雨が降ったり止んだりというような感じの予報なんですよね。はい、はい、そういうことで そういう木の残差というか焼きが終わりましたということで撮影しました。撮影終わります。